皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組は噛みかけた。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤野テイストでお届けしている30分番組です。オープニングはですね、先日決まったんですけれども、6月の26日になんと、抱っこセミナーアット香川県、どんどんどんパフパフパフ、はい、やらせていただくことが決定しました。香川県の、観音寺市というところです。銭形っていうのがあるところで、実は私、主人の、あまり出て話題には出てこない主人の実家が香川県高松市、もう一つはね岡田純一さんもね、田舎がね、高松なんですけどね。そうなので、香川すごい私的にも馴染みというのか、馴染みちゃうわ、私にも帰省先なんですね。なのですごい親しみがあるところです。ただ観音寺は確かね、行ったことないんですね。確かないと思います。なので、初めて行かせていただくところになるんですけれども、今回ちょっとお名前は出しませんけれども、一人のママさんから、今回もぜひね、抱っこセミナーをしてほしいですということで、お話をいただきまして、行かせていただくことになりました。こうやってね、結構抱っこセミナーの場合はどっかの団体さんだったりとか、企業さんだったり、あとは行政さんだったりとかからもお話いただくこともあるんですけれども、こういうふうにママ本当に一人のママからぜひブログとか読んでいただいてて、でぜひね、自分も直で聞きたい、なんなら大阪まで行きたいんだけど、それよりは来ていただいて、こう自分の周りの人たちにもね聞いてほしいので、ぜひ来ていただくことはできますかみたいにしてね、メッセージをいただいたりとかして、でそこでこう、いろいろやり取りをさせていただき行って、日にちとかを決めていって、でもう開催するっていう運びになるっていうのもね結構多いんです。最初はそうですね、2年前に、東京で開催させていただいたのもそういうふうに、もう半年以上前からお話をね、ぜひ来てほしいっていうのでお話をいただいていて、やっと半年後ぐらいにこう行かせていただいたっていうのもあります。なのでもうね、このママラフっていうのはインターネットテレビですので、もう何なら全世界で見ていただけていると思いますね。なので全世界の方々に向けて、ぜひで抱っこセミナーどこでもやりますので、呼んでいただければと思います。なので、今月末はね、北海道にも実は行きますが、またそうやっていろんなところの、この抱っこセミナーって何とか、あとはこういう抱っこのねお話聞いてみたい、中にはね抱っこのこう方法やと思っていらっしゃるママもいらっしゃるんですけど、抱っこの方法ではなく、その抱っこし続けることでどういうメリットが、メリットどういうふうにいいことがあるよっていう話が、メインになるんですけれどもね、ぜひお一人のママでもそうやって私をこうぜひ動かして、私を使って子育てを楽に、周りのねママたちの子育てを楽にしていただければと思っています。はい、ではメインはまた今週こそゲストをお呼びして楽しいお話伺ってまいりたいと思います。ゲストをご紹介させていただきます。株式会社マザープラス代表取締役辰巳房子さんです。今日はどうもお越しいただきありがとうございます。何ヶ月ぶりの化粧化粧1ヶ月に1回ぶりぐらいいやですね、1ヶ月に1回ぶり化粧ですよね。そうなんです。今日もね、打ち合わせで初めてパッとお会いした時に、あ、化粧してるっていう、さすがに今日はすっぴん無理かな、無理かなと。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。でも本当にこの番組見てる方の中にはきっともう社長来たと思ってくださってる方もね結構いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、このマザープラスね、先ほどちょっと紹介させていただいたこの株式会社マザープラス、これは大体どれくらい前からなんですか？株式会社にしてから8年、丸8年前ですね。でその前身の、モンモンアンジュというベビーマッサージ教室から考えると今から10年前です。モンモンアンジュモンアンジュって、
私の天使っていうフランス語やねんね。ほう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 。私2人子供いてるから、ほうほう、それを二乗してモンモンアンジュって、そう、実はねベビーマッサージ出身ということで、実はで私よりもね、このさっきお話ししたら4ヶ月早く、そうなんです、4ヶ月早くねベビーマをされていたと、はい、ということで、そのベビーマッサージを最初されたきっかけとかはあったんですか？そうですね、次男が生まれて2ヶ月目ぐらいの時に、こう次男に授乳しながら、私この子ある程度こう私の手から離れた時40優に超えてるよなと思って、私ずっと営業しかやったことがなく、パソコンとか一切触れなく、電源もつけられへんぐらいのちょっとかそういうので、その次男がその私からの手から離れるっていうのは私今の歳なんですけど、から何かやろうと思っても多分スーパーのレジも無理やろなって思った。本当にじゃあそういうバイトみたいなのもされてなかった？いや、したよ。いっぱいパン屋さんとかもやったし、本当いろんなことやってきたけど、でも全部接客業ばっかりで、今その子供がいて営業職に戻れるっていうのは多分難しいだろうなって思って、で、なんかこう私がね、工場のなんかこう控え室みたいなところで先頭立って、あいつうざいよなとかって言ってる、こうリーダー格になってる自分の姿が見えた。それは同じパート仲間で、あの上司うぜえよなと。そう。もう絶対あかん、もう絶対ネガティブと思って、ほんでその次男をどこにも預けることなく、なんかこう社会とつながることを探そうと思って、ずっとこう模索しだしてたら、テレビからベビーマッサージを教室してるなんか映像が出てきた。その当時はあんまりなかったですよね。大阪でも全然ないないない。です、だから私が大体2世代目ぐらいなんで、そう、うん、ちょっと先端取ったみたいな。そうですよ。だからね、結構来ましたよね。だって、ね、今みたいにみんなね、今のベビーマンの人たち結構苦労してますけど、私たちの時には何ならやりますって言ったらパッてきましたもんね。パッてきた。そんないやらしい話も。そう。ほんでそれを思って4日後ぐらいに次男と一緒に、なんか試験受けに行って、講習受けに行って、ほんで2ヶ月後ぐらいかな、に4月から開校して、はい、早いっすね、さすがです、でもそんなんだけさすがですよね、まあまあまあ、その行動力だけは、はいはい、かります、自分でも結構自信あるで、よそとやっぱり違うことしないといけないと思って、めっちゃお金かけてて、めっちゃって言っても10万ぐらいでいやベビマ教室の人で10万かけるってのはもう、そうよっぽどですよ。もうお願い、この10万円でコマシナホームページ作ってって言って、ママ友に言いに行った、ホームページ自体持ってない人いっぱいいましたからね。私もでも自力で作りました。でロゴデザインして、ほんでこう、まあ、一つのねこうブランドを作って、でもその辺やっぱ違うんですね。まあ、全部さ、今までこう独身時代とかスノーボード行っても絶対スノーボードが一回もやったことないけど、カッコから全部入るっていうそっち系ですね、そうそうそう、はいはい、もうその側が全部なければ私できないっていう人だったん で、はいはい、でそうしたらまあこう口コミが口コミを生んで、2年で500人ぐらいの生徒さんに携わったかな。すごい、おかげさまで。うん、でまあいろいろその時に、生徒さんたちもやっぱり行き詰まってる話とか聞いて、こう私育ててたこともあるんですか、セラピストを育てるのは。それは本当にやろうと思ったけど、ちょっといろいろこう、なんていうの、面倒くさい部分もあるでしょ。はいはい、いろいろね、ありますね、はいはいはい、なんかこの例だけなんかこういうそのテキストを作る過程まで面白くって、その以降はあまり面白くなかった。じゃあその500人っていうのもそれって単純にその教室に来てくださってるママたち。そうそうそう。ほんで、まあ、やっぱその人たちからいろんなこうやっぱり私は社会復帰いつできるんでしょうとか、そういうふうに悩みを聞いててね。はいはいはい。で私は結構最初の一歩がポンポンとお金もかけれたし、なんかこうそういうところに自分に投資できる子やったけど、世のお母さんはやっぱりそこに投資するって本当罪悪感の塊で、やっぱりこうすごくこう、なんていうの、迷われてる方ばっかりで、私このままこの人たちの話をこうなんていうの、共感するだけで終わっていいかなって思った時に、なんか私がこの人たちの今度は背中を叩く番になりたいなと思って、株式会社マザープラスを起業したの。
もうそれだからもうベビーマンからじゃもうその株式会社っていう形のマザープラスになっちゃったわけです。スパッてそこで私がベビーマンを教えることをやめた、うん、それがそれがって言うと声裏返るけど、それがやっぱねすごいなって、やめたのもやってる以上はもう多分伸びひんやろなと思って、広がれへんやろなと思ったから。で最初そのマザープラス、まあ、そうやってそういう思いがあってママたちをなんかこうね背中を押してあげたいっていう思いがあって、うん、マザープラスをまあ立ち上げられて、最初にじゃあマザープラスとして何かこう何かやり始めたっていうのは何があったんですか。一番最初にやったイベントは、うん、これ絶対ママしか分からへん、ね、何ですか。両手でご飯を食べましょうイベント。そんなイベント、あ分かる。でも、うんうん、両手でね、そう託児をバチッと隣につけて、そのなんていうの、すぐに見れる距離に置いとくんやけど、お母さんたちはこっちでなんかちょっとセミナーとか聞いたりで、こう両手でお茶を持って、その時はフォークとナイフやったけど、うんうんうん、こう両手でゆっくりご飯を食べるっていうイベントをした。なら、キャンセル待ち。あいやそうかも、うん、すると、まあ、どん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 そのまた口コミが広がって、うん、次にあの手作り市、はいはい、手作り市、それがマルシェドママン。そうですね、マルシェドママンって言えばもう、まあ、結構本当にあのそれこそ今ねあの手作りをされてる女性起業家さんたちも多いですし、うん、そういう、まあ、でもそういう方たちにしてみたらそうやって出せるところがあるっていうのもきっと嬉しいですね。それが、まあ、市内でやった走りやったのかな。ああ、それが何年ぐらい前ですか。7年前。あじゃあそうですね、まあ、今でこそこんだけママイベントって、うんうん、もういろんなところでなんならもう毎週な感じでやってるけれども、うん、その7年前って言ったらまだないですね。もう本当に、うん、それでうちがもうドーンドーンいいなドーンいいな行ってみたいドーン、うん、で会員数も増えてきて、うんうん、まあ、いろんな今度マーケティングの方の一個こう企業さんのね商品開発とかそういうのに、うん、お仕事をシフトチェンジして、もちろん今もマルシェ、ね、それとまあ、あれ年に何回ぐらいね、あれ恐ろしいよ、14、15回、うん、ね、そんなにやってます。いやだから3月とかは3連チャンとかあるし、うん、そのイベントの多い月っていうのにぐっと集中して、うん、だから1月2月とかはもう全然そこそこなかったりするし、うんうん、私はどうしてもあの弁天町を思い浮かぶんですけど、弁天町はもう一番他はどんなとこですよ。で難波もやって、うん、公園もやってますし、うん、あと平和堂のアルプラザの中とかでも最近やりだしたり、うん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 、京橋のコムズガーデンでもずっとやってますね。はいはいはい、はい、あ結構、うんうん、分かります分かります、いろんなところから、まあ、最近その、まあ、やってくださいっていうオファーがやってください、うん、でも最初の頃はじゃあ辰巳社長がやらせてくださいみたいな、そうそう、やらせてくださいっていうか弁天町だけしかやってなかった、うん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 、あそこそこもあれだけしかやる気力がないっていうぐらい、 あそこも結構広いですよね。広いここがやっぱりでも一番大きいところで、ね、そうなんです。あとあグランフロントでもやったよ。おお素晴らしい。へもうあのタッチすくむってこういうぐらい大失敗やったけど。そうなんですか。あそこの上北広場かな、うん、そう、ああ外ですもんね。外、うんうんうん、もう風が吹いたらみんなこうみたいな。そう、あそこ風強いんですよ。そうビル風が、うん、ああでも知らなかったんです。泣きながらやったなあれは。あもう二度と嫌ってやつですか。うん、もう無理やな。いやマルシェドママも、まあ、すごいってその、まあ、今それこそあのホームページとかを見せていただくと、うん、もう本当いろんな企業さんたちが、まあね、こう、まあ、応援してくださってるじゃないですか。あれは全部やっぱ辰巳社長がこうこ声かけっていうの、私もよくわかんないんですけど。おかげさまで。うん、うちはほとんど営業はしないです、うん、じゃあ向こうから全部、まあ、あの営業はしないというか、うん、引き合いばっかりで、ね、ご紹介ばっかり。あご紹介で新規さんはほとんどご紹介になった。なった。あ最初はじゃあもう違った。もう全然全然飛び込みとか言ってた。もともと営業をそうなんか全然断られても、うん、もう帰れって、うん、ちょっとこう怒鳴られても、うん、当たり前みたいな。それがね、私爪の赤せてて飲みたいって感じですもんね。うん、全然へこまへん。そうだ。ああ、まあそれはそのまあまあそのそれまでに営業をされてたっていうのがあってです、うん。そうそうそう。名刺もらえたって思ったらすごい今日は成果みたいなぐらいだったかな。すごい。やっぱそれそうやっぱそこですよね。そこやっぱりすごい必要なんでしょうね、うん、きっとね。だから私も営業してくれる人が誰かいないかなって人も。他力本願っていうね。そうですよね。でやっぱマザープラスって
言うと、まあ、本当にまあそのマルシェドママン以外のイベントみたいなのもちょっとあったりとかするんですか。そうですね、うーん、夢サミットとか、はい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 、やっぱりあのマザープラスはそんなにあのそのオペレーションだけ運営だけやらせてもらってるみたいなところですけど、うんうんうん、そうですね、私も実はね、実はだからその、ね、うん、社長とこうやってお近づきにさせていただいたのが、うん、その、まあ、夢サミット、ママの夢サミットってやつですね、まあ、ママが夢を語り合う場を作ってるっていう、うん、あれは良かったです、あ、良かったですっていうか、まあまあ、ボリューム2もありますけどね、はい、うん、まあ、本当に私ファシリテーターとして参加させていただいたんですけれども、あの来る方はだからいろんな方がいらっしゃって、そうですね、もう全然起業もして、うん、起業の木の字もない専業主婦の方がすごい、私こんなところに来て、うん、間違いなんちゃうんって思いながら来ながらも、うん、ファシリテーターの方のすごいこう誘導がたけてたっていうのもあるんですけども、帰り地にはもうなんか意気揚々としてね、何かやりたいって思っていっぱい あれからなんかやりだした人いましたよね。いますね、いますね、うん、私も同じあのテーブルの方は、それこそ、まあ、うん、Facebook も登録してなかったけどしましたっていう方もいれば、うんうんうん、なんかこうやっぱりなでもあの別に発信することないんだけど何か発信しますっておっしゃる方もいらっしゃったりとかで、やっぱそれぞれやっぱりなんかこう、ね、きっかけに、うん、なりましたよ ね、 ね、うん、そうですよね、なんか私も想像してた以上に、うん、すごいことになってる。まあでもね、それもきっとあのそういう、まあ、辰巳社長はメインじゃないんですけど、はい、メインじゃないですよ、私は全然もう裏方ですから。ないんですけど、でもやっぱりそういう辰巳社長の、まあね、はい、ブレインの方々がいっぱいいろいろ動いて、そうです ね、もうあの私は協賛企業を連れてくるだけ。あ、でもそう、またそこの話に戻る。それがすごいなっていつも思うんですよ。いい、もう本当にあの加算を応援してくださいみたいな感じで、うんうんうん、で運営はね、私じゃなくても全然できるの、うん、そうですね、もうあのいや、それこそあのね、あの実行委員長さんがね、はい、1回目の時はあのまだ本当に普通のままというか、う綺麗なままやなって思ってたの、みたいな感じでね、喋り方やったけど、でもこの間のね、あのちょっとまたそれのセミナー行かせていただいた時に、うん、あの挨拶されてるのを見て、あら、ボリューム1からなんて成長したんだろうなんて。その夢サミットの3ヶ月前にまでずっと専業主婦だった子が、うん、夢サミットを機にその実行委員長っていうものになって、ほんで言うたらやっぱり立場は人を変えるっていうです、ね、ことがあって、うん、どん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 本当ブラッシュアップしてて、うん、ほんでこの4月からうちのスタッフに入りましたからね、うん、あのマザープラスさんの、はい、もう夢サミットを、うんうん、まああの、まあ、こそのなんていうんですか、ほぼボランティアメンバーでやるっていうのはやっぱりね、しんどいですね、うんうん、そうですね、なんでもうあの事業にしますっていうことで、うん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 、あのサドミンぐらいやったらどうにかお給料出せるかなみたいな感じでちょっと試算して、あ、そうなんですね、あ、じゃあもうちゃんと社員として、社員、まあまあパートナーですね、パートさんから、はい、あ、じゃあでもそういう、まあ、雇用は、そうそう、だからね、社長は私社長社長って言ってますけど、な、従業員さんがね、そう、今8人ね、いらっしゃって、でインターン3人、うん、インターン、うん、で、あとね、事務所もそう、かわいい事務所がね。主人と2人で、ね、主人大工さんや、あー、そかそかそか、2人で、2人っていうか、息子らも2人、うん、7時ぐらいに仕事終わって、うん、事務所でみんな待ち合わせして、うん、子供らも電車で事務所に来て、うん、で、あの造作をして、もうそんなん、もう息子らもこうやってインパクト使ってビスを売ってた、へー、12時までやって、うん、毎日こう帰るっていう、うん、それが2週間ぐらい続いた、うんうんうん、あ、そうなんですね。家族でじゃあ作った、そう、もうあの外注する予算とかもないし、うん、もうあのビバフォームで材料買ってきて乗っけて、へー、あ、そういう、どこでしたっけ、本町、本町、本町のあの商店街の中です、うん、ね、ぜひまたね、あの、え、みんな行きたいわって言ったら行っていいんですか、来て来て、もうコーヒー出すし、コーヒーありがとうございます、ね、ぜひぜひ、なんかそういうのもね、はい、まあね、ご覧いただいてる皆さんにきっとこう、まあ、雰囲気的に伝わるとは思うんですけど、誰でもウェルカムですもんね、誰でもウェルカムなのと、私今日で打ち合わせさせていただいてと思ったのが、すっごい人に興味持たれますよね、その目の前の人に興味を持つ度合いが半端ないですよね。あの、私ちょっと自慢言っていい？はい、どうぞどうぞ。私その500人ぐらいの生徒さんに携わっ て, って言ったでしょ、うんうん、ほんで今までって言ったら、まあ多分何千人になってるんだけど、うん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 、3000人ぐらいは名前覚えてる。
何やってたっていうのを覚えてる。はあ、もうそれはもうあの500人ぐらいは子供の名前まで言える。それはすげえ特技。それはすげえっす。私もあの自分が育てた生徒さんのお子さんとかすっかり忘れてます。名前とかはもう完全に忘れてますね。前職何やってたとか、あのどこに住んでるとかっていうのも全部、いや分かる気がする。もうだから今日打ち合わせの時もすっごいいろんなことずっと、本当だったら私が聞かなきゃいけないのに、社長からねえねえって言って、まあまあ、あのね、先生はとかけいちゃんはとかって、こうすごいね、こうこっちに興味を持ってくださるんですよね。まず人めっちゃ興味ある。そう、うん、それをすっごい感じて私反省してたんです、ね、実は。何をおっしゃる。結構ね興味持たない人なんですよ。いや本当にそれはね思いました。なのでやっぱでもそうやって興味を本当に持ってるから覚えてるんですよね、きっとね。なのでぜひ本当皆さんがね、はい、あの遊びに行ったら本当にいろんなこと聞き出してくださいますよ。私なんか、まあ、忘れちゃったんですけど、でもなんかあれそんな初めて聞かれたなみたいなのも確か。私その目の前の人主人公にするの大好き。はい、メモっといて、その目の前の人主人公にする。目の前の人を主人公にするのが多分私のマザープラスの仕事だと思う。そうか、うん、そうそう、あ、まあ、ちょっと時間あれなんですけど、マザープラスもね実はだからそのちょっと最初の頃とここ数年間とではだいぶ変わったんですもんね。そう、もう私がね、あの最初は本当に私のもう私利私欲というか、もう本当に傲慢な、うん、ね、あの自我だけでやってた。でも最初はそうやってほらお母さんたちの背中を押したいで始まってたけど、ちょっとさ、こう小銭したりさ、小銭もげたりさ、そのちょっと大きな企業さんと付き合ったらさ、うん、勘違いさせちゃってさ、自分がなんか偉い、もしかして、うん、みたいな感じ、うん、だけどなんかいつしかちょっと違うって思い出して、うんうん、ほんだらね、夜その男の人と同じように会合に行って、うん、こう名刺いっぱい配ってっていうのがちょっともしかして経営者としてかっこいいみたいなところがあったんやけど、でも家帰ったら次男じゃなくて長男ちょっとおかしくなってて、学校行きたくないとか、あとせやな、もう笑ってないとか、うん、もうそこでもスイッチ入って、うん、私何やってたんやろと思って、なんかすごいこと言ってね、で理念は、うん、ママだからって何一つ諦めなくていいんだよとか、私は何千人何万人のお母さんに幸せにしてほしい、マザープラスが幸せになるような舞台を作りたいんだとか言ってるけど、いやいやいや、目の前の家族めっちゃ悲壮な顔しとるやん。そこでね、なんか変わったっていう。そう、もうあかんあかんと思って全部手放して、ねうん、もう会社も3時ぐらいに帰ってた。なんかね、そういう切り替えができるっていうのも、うん、やっぱなんかこう反省ってキュッて切り替えられるっていうのが、うん、やっぱりそういう、まあ、社長のところにみんなが集まるっていうのの一つなのかなともね、まあ、太ってるっていうのはそうですか。そうなんだ、まあ、それももしかしたらそうかもしれないですね。もうぜひね、でもこんな辰巳社長とねつながっていただきたいので、またママラフのFacebook ページね、はい、社長のプロフィールちゃんはアドレスとか変えときますので、ぜひつながっていただければと思います。また来週も来ていただいてお話を伺いたいと思います。今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この望みを叶えるカラーメッセージ、どん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 では、引き続きですが、はい、名刺とかロゴとか、ご自身のお仕事の、まあ、テーマカラー、うん、イメージカラーについてお話をしてますが、今日はブルー青色。そう、私ね、あんまり長くなるからどうぞ。あ、そうですね。まずその話は後ほど今度で、はい、で、オレンジ色の時に青色の話も多分したと思うんですけれども、で、青色ってね、すごい水色と、まあ、深い青、うん、あるね、で、あるね、イメージが全然違うんですよね。なので一くくりに青って言っても、うん、まだね、濃い、ね、青色だったら信頼感があります、うん、はい、でも水色やったら柔らかい柔軟性があるので、うん、まあ、口が硬い、柔らか
柔らかいみたいなので違い、あと与える印象が違うんですよね、うん、なのでこう水色の方が、うん、あのブルーはコミュニケーションというイメージがあるので、うんうん、あのこう会話が弾むとか、うん、感じの印象を与えます、うん、であとブルーなので、うん、あの本音を言うとかっていう、うん、あの印象なのでこう、うん、カウンセリングとか、はあはあ、うん、あなんかこう気持ちの中のことを軽くしていくみたいな、ほうほう、あのお仕事とかにも向いてるんちゃうかなと思います、うん、真面目さが売りです。あ、プリキュアとかでも、はい、ブルー真面目、そうそう、お勉強できる子、できる子、できる子、女性と会長ですよね、なのでこう信頼感何の例え芯の強さです、うん、はい、なのでこうすごいなんか松岡修造ですみたいな、俺についてこいみたいな人は青はあんまり向かないですかね。なんかすごい柔らかい印象なんだけど、うん、あの本当に信頼できる言うたらね、ちょっと松岡修造さんにしてるんですけど、話の流れでね、そうなってしまっただけですよ。芯の部分ですね。悪意はないんですね。芯の強さです。ほんまの強さが見えるのはブルーなんですよね。お母さんの色ですから、包み込む、ね。そうなのよ。そこがね、やっぱみんな、うん、ブルーっていうと男の人の色っていうイメージだから、ね、え、まさかのお母さんの色みたいな。うん、そうなんですよね。ただあの権威を持ってるっていう印象も与えるんですよね。ほう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 、はい、なので先生とかちょっと上の立場の人とかは濃いブルーとかはありますよね、うん、信頼感もあるし、うん、そうなんだ、そうそう、なんかやっぱそのほら、まあ私とかはよく聞かせてもらったのは、はい、あ、ブルーってなんだっけ、一体ただしよみたいなのも聞いてた。あ、ターコイズ、あれターコイズ、そう、ブルーに黄色が入ってると一体足すとか、うん、の想像力豊かですよみたいな、はい、あのちょっと色が混ざるだけで与える印象が違うんですよね。違うね、そうそう、白と黒の、ね、うん、濃淡でも違ってくるし、うんうん、なので本当ロゴを決めるとかって大切かもしれません。結構ね、なんかその本当にちょっとの差で、うん、なんかぼやけちゃったりとか、ね、全く勘違いさせた。言うてることと見せてるのがずれてると、うん、どっちかもお前ねみたいな、もったいないこと、ね、まあ言いたくなるわね。そうですそうです、今日はねブルーということでお伝えしました。はい、はい、またねケイちゃんの情報、そしてあと今日のねゲストの辰巳社長の情報、私の情報、ママラスのフェイ、ママラス、ママラスのフェイスブックページにありますぜひ見てください。ではまた来週です。